に手をかけてください。よろしいでしょうか。では準決勝の方を始めていきたいと思います。3、2、1、スタート。さあまずナムさんがスタート、画面右上ワンピー側。33秒後にヒヨコさんがスタートで、さあ最初に置きミス。さあでもナムさんは今回有力候補と言えると思います。さあそろそろヒヨコさんが、33秒後なのでそろそろスタートと思われます。結構序盤でミスりますね。さあナムさんまたミスをしております。序盤でよくミスりますね。さあでも前回もう出場されたときは決勝まで進んでますので、そうですね、はい、今ヒヨコさん参加しました。さあその次が、ディージャグさんですかね。ディージャグさんの1分2秒ですね。30秒後ぐらいです。で SQR さんですね。そうですね。さあ SQR さんと、コーリャンさんはほとんど持ちタイム変わらないんですが、今回、SQR さんが2回戦の方から2位で勝ち抜けていて、コーリャンさんが敗者復活から勝ち抜けているので、その差、10秒ほどになりますと。これは結構でかいですね。そうですね、SQR さんのが10秒先にスタートするという形になります。さあ今 D ザグさんもスタートいたしました。3人目スタートしました。皆さん今回最初から置きミスしてる方が多いようですね。緊張がやはりそうそうそうでしょうか。さあそして慎重に積んでいただきたいですね。そろそろ SQR さんがスタート。さあ SQR さんもスタート、そしてその10秒後にはコーリアンさんもスタートします。これで 2P 側の1人目がスタートということになります。さあコーリアンさんも今スタートしました。さあ 2P 側の1人目コーリアンさんがスタート。コウさん、エスケンとすぐスタートですよ、二人とも。そうですね、コウさん、エスケンさんほとんど変わらずスタート。1秒差なので。さあ、まずコウさんがスタート。そしてエスケンさんもスタート。残りは、画面右下、2T 側の3-7さんのみとなりました。さあ、やはり、世界一は一番最後にスタートして。そうですね。さあ、そろそろスタートです。はい、スタートしました。さあスタート。さあ何人抜けるかちょっと楽しみ。現在トップは194ですね。もう約200の差があります。さあ今ナムさんが200に突入。さあ追いかけるのはヒヨコさんと、ザブさん、そしてちょっと遅れてスキャルさんという形になります。地形的にもまあまだ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 この辺はそんなに危ない人はいない感じですかね。大丈夫ですね、はい、さあ頑張って生き残っていただきたい。さあ今日は青森から参戦のディーザグさん、非常に調子も良く、負けることなくここまで来ています。これはミスとは言わないのかな。あー綺麗に直しますね、さすがです。ちょっと考えてしまった。さあそろそろ次の一人が、さあどうだ、エスケンが100に突入と、ヒヨコさんの200突入がほぼ同時。さあ、ディーザさんちょっと形が危ないが、これは、危機を脱しています。さあ、現在トップのナムさん、そろそろ300だ。300に突入する。ナムさん、非常にいいペースを飛ばしてますね。さあさあ、一番最後に、スタートした石田さんが今100入りました。画面左上、ワンピー側のディーザグさんも200に突入している。そしてナムさんが300に突入しています。さあ先ほど敗者復活戦その2でものすごい追い上げを見せたコーリャンさんも着々と200に近づいている。今のところ危なげな人はいませんかね。大丈夫ですね。大丈夫そうですね。結構8人いると見るのが難しいんですよ ね、 そうですね。これ本当に誰も窒息しておりませんので、はい、今日は全員カンストはいないですよね。さあ、カンストはいないですよね。エスケンさんが200突入、そしてコーリアンさんもすでに200に突入している。さあそして今ヒヨコさんが300に突入、現在トップは390、ナムさん、画面右上ワンピー側。さあしんがりスタートの777さんが今200入りました。200入りました。200入りました。皆さん200以上になりましたね。トップとの差が約200で、あまり詰まってないですね。ナムさんが400に突入、タイムも高タイム。さあ驚異的な追い上げはまだ見せていない誰も。さあ、SKR さん今300入りました。300入りました。じゃあコーリャンさんがツモに恵まれず、ツモにやられてしまった。これは残念です。さあでは実況を変わりたいと思います。さあ
どうだ、あとナムさんも置きミス。ここは大丈夫か。このクソゲーなんとかしてください。さあ今 S10 さんも300に突入。はい、さあ1人、誰か脱落しましたんで残り7名ということになりました。あーちょっと S10 さんも危ない。さあ、あちこちでレベルアップの音が聞こえる。400を突破したのはナムさんと、ひよこさんが400を突破している。さあ、ナムさんが20時に突入。ナムさんはもう20時でした、すみません。D タクさんとひよこさんが大体同じぐらいですか。そうですね。あで、4番手スキアルさんが今400を突破。さあ、5番手争いはエスケンさんとコウさんがほぼ横並び、わずかにコウさんの方がレベル5程度先に走っていますでしょうか。さあ決勝、コウさんが400に突入、そしてエスケンさんも突入。さあ773レベル380台。さあこの、5番手争いの3名もかなり見ものになっています。トップを走るナムさんは580台。ナムさんはもうかなり、そうですね、もう安定した地形になっていますね。さあ2番手、2番手で D タクさんが500を突破。さあ走行しているうちにナムさんが600を突破している。さあ3番手のひよこさんが500を突破。さあナムさんと3番手のひよこさんでレベル100の差がある。ナムさんは余裕の自己ベストペースを今叩き出していますね。そして4番手のスキアさんが今500に突入。あこれからが面白いところ。ナムさんと、ナムさんじゃない、ひよこさんとスキアさんとのレベル差がだいたい20程度か、かなり詰まってきている。さあおっとコウさんがレベル500突入している。あ773危ない。うわこれは危ない。ここは2列削ったが、さあボールを回さなかった。486。さあエスケンさん500に突入。20時突入直前の出来事でした。さあそしてエスケンさんが20時突入していると。さあ6名になりました。残り2名が脱落します。さあ D ダグさん600突入。2番手の D ダグさん、しかしトップのナムさんはここで700に突入。700に突入、全く他を寄せつけない圧倒的な力。そして3番手のひよこさんが今600に突入。ナムさんはひよこさんとの差は広げている。そうですね。さあ SQR さんレベル600に突入している。さあ SQR さんとコウさんとのレベル差がだいたい20程度。さあコウさんが、コウさんここで600に突入。さあ差が詰まってまいりました。さあ現在5番手6番手なのはコウさんとエスケンさん。さあエスケンさんうまいところで水色。さあちょっと、さあエスケンさんシングルエスケンさん600を突破しました。トップが770。2番手とエスケンさんとの、差は大体でもレベル70程度なんですが、これトップを走っているナムさんがかなり800突入した。なんと2位の D ザグさんとのレベル差が100になった。これどんどん突き放す。これは素晴らしい。さあ3番手のひよこさんが、ひよこさん700突破、しかし SQR さんも700を突破。さあ3番手争いが熾烈になってきている。さあそしてコウさんも700を突破。さあしかしコウさんはレベルの分布が全部消えている。もうすぐ分子が消えてしまうか。トップは今850ですか。これはもう、このままいけば間違いないと思います。さあ SKN さん700突入。これはもうだって申請タイムより全然早いタイムが出てしまいそうな予感なんですが、さあここは決勝このままいけば間違いないところ、この1ヶ月よく頑張ったということでしょう。さあちょっと、さあ今 D ダグさんが800突入。おお、さあここはナムさん900に突入。2位との差が100。これは圧倒的。さあ3番手争い、頑張って争い、 SQR さん、そしてコウさんが、 SQR さんがわずかに先だったが、コウさんも800を突破している。そしてひよこさんも800。さあこの3名が今810台で並んでいる。 SK さんがちょっと一歩遅れている格好は続く。
さあ、トップは今950に差し掛かろうかといったところ、ここから2名脱落ですか。皆さん頑張っていますが、さあ、2位争い、2位を走っているのは D ザクさん860、3番手争いとはまだレベル10程度の差があるが、さあ、今 S ケンさんも800突入、下の画面の3名、ひよこさん、こうさん、S ケンさんがかなりすごい860台。さあ、D ザクさんちょっと形が危ない。トップはもう990から、ここでテトリス棒2連続で GM 10分6秒、すさまじい、圧倒的、まさに圧倒的、新生を30秒上回ってきました。すごすぎる、この1回は積み込みはすごかった。現在2番手、まだ900台に突入したというところは、さあ2番手は D ザクさん920台、そして3番手 S キアさんが頭一つリード、そしてコウさんとヒヨコさんがレベル910台で並んでいる。コウさんはここでレベル下一桁が消えているのがちょっと判定になっている。そして、6番手の S ケンさんはかなり苦しい展開になった。さあ、D ザクさんはかなりいい地形を維持している。これはこのまま2番手をキープできるか。そして S キアさん950台。さあ、D ザクさんと S キアさんとのレベル差は、レベル差10程度まで縮まってきた。さあ、これはでもワンチャンで、ワンチャンミスしたらこれはあるかもしれない。さあ、しかし D ザクさんは揺るぎない、揺るぎないつもを見せている。990台に突入。さあ、これはあとはボードに突っ込んで GM10 分6秒、2番手 D ザクさん、さあ3番手争い注目だ。さあ、どうだ、3番手、さあ、ここはエシキアさん3番手、4番手コウさん、そしてヒヨコさんも990台に突入していたが、わずかに及ばず5番手。さあ、そして6番手は S ケンさんで確定しました。さあ、 S ケンさんも地形苦しいが、ここはなんとか GM 場で持っていっていただきたい。ここは大丈夫でしょう。さあ、しかしまだいやらしい穴が残っている。しかし棒をきっちり引いてきた。980、おっと990台、しかしあとはねじ込むだけ、ここはねじ込んで GM 来た。9分57秒、9分台をキープ。